岡山城、岡山後楽園、そしてここが大ターミナル、1番線から8番線、9番線、10番線と岡山駅、岡山ステーションです。ということでですね、今日は鉄振り挟んです。贅沢をして特急電車ではなく快速電車に乗っていきます。2つもぶっ込んでいきます。出てきました。もう見えてますよね。普通車列車用グリーン券、岡山から高松まで。そうです、まだ発車まで時間はありますが、今日は快速マリンライナーに乗っていきます。本日はマリンライナー岡山から高松、始発駅から終着駅まで25号1号車1番 D 席を取っております。ちょうど5番乗り場奥側、ご利用高いで終点高松の順に様となります。11時12分に立つ快速マリンライナー25号高松駅、ご利用客様5番乗り場停車中の列車にご利用客様に、さて快速マリンライナー高松駅です。今から乗っていきます。5番乗り場は6番乗り場から線路に向かいまして、さて乗り越えますか。ではでは、またいつか会いましょう。すごい、というわけでここで先ほど岡山駅で会った方とここでお別れします。扉がちょうど閉まって、ここ扉より前側にある席なんですよね。1列車4席限定のパノラマグリーンです。さて岡山駅を出発します。列車は発車してちょうど213系なんかも見ますが、大ターミナル岡山駅を出発します。東海道山陽新幹線の他に四国方面の特急電車などが多数発着するこの岡山駅、なんといってもこの展望席がこの指定席のパノラマグリーンの魅力です。このグリーン券は追加料金1000円で払うと行くことができるんですが、やっぱりこの1000円ぐらい払う価値がありますよね。列車はすぐに山陽本線と分岐しまして、瀬戸大橋線への線路と合流します。列車発車後、進行方向南側方面に列車は向きを変えて新幹線の下をくぐっていくことになります。ちょうど今見えているのが山陽本線たち、また吉備線などもここにあるようです。しばらく列車は走りまして、ここから単線から複線になります。ここで列車交換などを行うというわけですね。 JR 宇野線や瀬戸大橋線などに入ります。列車たちがここへ走っているわけです。しばらく走るとまた列車は単線になったり複線になったりと、それを繰り返します。さて列車は間もなく交換駅にやってきました。おっと、これはすごいぞ。見覚えのある列車がやってきました。昔湖西線などでも活躍しておりました。こちら湘南色の電車となります。かっこいい、このオレンジと緑、かぼちゃのカラーリングが素晴らしいですよね。というわけで間もなく瀬能駅に到着です。妹の尻尾と書いて瀬能駅、どうやって読むんだこれ。列車はカーブですが、速度はだいたい90キロを出さないぐらいでしょうか。ちょうど90キロぐらいですね。この電車は他の南風などの特急列車の車両と違って快速電車ですので振り子がついておりません。まもなく到着するのは茶屋町駅です。
この茶屋町駅からは快速電車、特急電車ともに130キロでの運転が可能になるはずだった気がします。僕の記憶が正しければ。この茶屋町では JR 宇野線とのお乗り換え、そして分岐があります。というわけで、僕の前にいました女性の方の車掌さんというか乗務員さんですねがここで、おりまして、この後多分宇野線の方の業務に就く方であるかという感じでございます。というわけで、ここからは快速マリンライナーの快速の名に恥じない走りをしてくれます茶屋町を出発。基本的に四国と岡山を結ぶ特急電車というのは、この本州では岡山駅を発車した後は小島駅にしか止まりません。テーブルを出してみましょう。リクライニングは使えるんですが、なんでか知らないですが、その動画が消えておりました。というわけで、ちょっと画質が悪いですが、よくわからないこのちっちゃめのテーブルを出すことができます。座席の横にありますね。というわけで、ここからはいくつものトンネルを抜けていくことになります。さらに階層を見せることになります。だいたい時速は120キロぐらい出てるでしょうか。速度計見てみましょう。125キロ。ちょこちょこトンネルに入ってるので、あまり速度が正確に測れてないというのもあるかもしれません。まもなく JR 四国小島駅に停まります。小島駅はまだ JR 四国ではないんでしょうかね。小島駅は JR 西日本、JR 四国の境界駅となっておりまして、ここから乗務員さんが変わることになります。ですから運転手さん、車掌さんともにここで、移し替え、 JR 四国の方に、変わるという感じになります。右側には黄色、末期色の113系、115系、117系、113系でしょう、多分。僕あの辺わからないんですよね。113系と117系の空越ぐらいはわかるんですが、と言ってる間に小島駅を出発。瀬戸大橋線、快速マリンライナー25号、高松駅です。途中境で終点高松。編集してて思うんですが、この車掌さんの声めちゃくちゃ聞き取りやすいんですよね。変わりました。JR 四国、運転士、里中、車掌加藤が終点の高松までご案内いたします。次は進行方向左側にそろそろ海が見えてきました。さて、これトンネル入るんですが、左側にちょっと用地があるのが分かるでしょうか。これは瀬戸大橋線が複複線化しようというような工事の元に作られたんですが、まあ、複複線化するような列車の数も走らないわけで、いよいよ瀬戸大橋線に突入でございます。右側見ても左側見ても海海海です。こちらは瀬戸内海。途中に多くの島などを経由して、この瀬戸大橋線というのは大きな括りで瀬戸大橋と言われております。他に四国と本州を結ぶものであれば、まあ淡路島なんかを結ぶ明石海峡大橋、鳴門大橋といきまして、神戸淡路鳴門自動車道、それから大橋のなんていう道でしたっけ、とりあえず瀬戸大橋道みたいな感じの道があったはずです。でさらにはしまなみ海道と呼ばれる自転車でも行くことのできる場所、その3つが活躍してるんですが、線路を、有して、このように列車が橋の中を通るのはこの瀬戸大橋だけ。下を見てみるとすごい海が見えて怖いです。おお、ちょっと映像がでもちょっと立ってたみたいになってね。アンパンマンクロックス号用に、列車はしばらくこのように海を眺めることができます。この日はちょうど晴れましたよね。しまなみ海道は確か西瀬戸自動車道とかいう名前だったはずです。ストレート入りました。瀬戸大橋線内ではそこそこ速度は出すんですが、やっぱり少し落とし目で走っているような気がしてきました。サンライズとかに乗っててもやっぱりこの区間はゆっくり走るんで、実を言うと今回この快速マリンライナーに乗るのは僕意外と初めてです。快速マリンライナー自体に乗ったことはあるんですが、このように指定席またはパノラマグリーンなんかに乗るのは僕が今回初めてということになります。時速は113キロ、そこそこ出していますね。
まもなく、あ、もう四国に入ってんだって感じで、意外と早かったですよ。列車は四国坂出の方へ向かいます。右側には大きな海が広がり、その後ここで分岐を行います。この線路をまっすぐ行けば予算線の宇多津方面、そして今走っている線路の方を行けば坂出方面、高松方面へということになります。ここがよく言われるデルタ線と呼ばれるものですね。次坂出、ここ曲がってちょっと行ったら坂出、約90度のカーブがここにあります。ここではかなりスピード落として、おそらく宇多津の方からやってくる列車、坂出なんかに行く列車の合流に支障が出ないようにゆっくり走ってるのかもしれません。 EV やったらあそこまで1045くらい思います。というわけで川みたいなのが見えますが、ちょうど奥からやってきたこちらの線路が予算線からやってきた線路です。ここでこの列車は合流していきます。で、これが先、そう、宇多津の方から来た線路にここでこう運転手さんとか大変、ちゃんとこう、そう、合流線が合流地点で何キロぐらいだ。ご乗車ありがとうございます。まもなく坂出あっという間に坂出駅に到着です。ここからは四国に上陸、 JR 四国の範囲内です。正確には小島を過ぎた地点から JR 四国の中なんですが、ここは JR 西日本と呼んでもいいでしょう。見慣れない列車が向かい側にこのように止まっている電車、こちらがねエコ7200とかって書いてあるやつです。形式はよく知りません。本当に四国に疎いんですよ僕。高松駅すごい、ちょうどいいとこ。とりあえず7200系とかいう名前なんだろうなということは分かります。そして坂出駅を出発。坂出駅は島式ホームが一つと片側のホームが一つ、二面三線の構造の駅となっておりました。いわゆる JR 型廃線と呼ばれるものです。次は終点の高松に停まります。徳島ホーム高徳線は乗り換えです。この快適なグリーン車の旅、次は高松に停車いたします。この坂出から高松はね結構距離があるんですけど、周りにもう山とか畑しかないもんで、ただいまから車内に車掌が参ります。お時間の都合上切符を購入されてのお客様、乗り越し等がございましたらお申し出ください。また車内では高徳線特急うずし号の自衛的特急券も発売しております。これがやっぱり JR 四国らしい柔軟な対応というか、高松からは高徳線の渦潮というもので徳島県の方へ入ることができます。というわけでその高徳線への、特急の自由席券も販売してますよという話でした。このようにカーブの駅を通過していく姿はもう圧巻でございます。この電車にはもちろん振り子はついていないものですから、他の向かい側からやってきた特急電車のように高速通過というのはあまりすることができませんが、それでもかなりのスピードを発揮しております。列車は223系電車と、さらには JR 四国の5000系と呼ばれるようなものが使われております。この電車振り子ついてないからさ、マリンライン快速だから乗り心地がそこだけ速度あんまり出す。ありがとうございました。もう着いちゃう。高松、終点の高松です。言ってる間に間もなく高松駅に到着です。高松といえばサンライズ号、このようにサンライズが停車している姿を見ることができました。こちらは7両編成のようです。これを見るとなんか JR 四国に来た感じがしませんよね。一番乗り場が12時10分の連絡です。高徳線各駅に停まります。まもなく高松駅に到着しますが、高松駅またまた面白い構造で少しターミナル型をしてるんですね。まあと言いますと阪急梅田駅のような構造をしております。阪急梅田のように重層から分岐するわけではないんですが、このように見ているとすごいたくさんのホームがあることがあります。そしてここは行き止まりの駅となっています。じゃあ高徳線の乗り換えって何ですかというと、ここで折り返しをして行うわけです。ですからサンライズ号の琴平延長運転などもここで折り返したりしてるわけなんですね。The next station is Takamatsu Terminal. Please change here for the Kotoku line. Thank you for traveling with us.
というわけで高松駅に到着でございます。さぬきうどんって書いてありますよね。ここ本当に行き止まりの駅となっておりますから、ここで高徳線は向きが変わるというわけです。意外と人がね、お客さん乗ってるのでね、ちょっと待っておいてあげましょう。ということですね、あの皆さん、ここからこちら JR 四国高松駅、こうやってこの後は座席回転されて逆向きになります。お、岡山駅出発したということで、皆さんご視聴ありがとうございました。今日はですね、 JR 四国のそして JR 西日本の連絡快速マリンライナー岡山駅にパノラマグリーンに乗ってきたという動画でした。皆さんまた他の動画でお会いしましょう。さようなら。快速マリンライナー快適だったね。めちゃくちゃ快適だった。これは折り返しマリンライナー32号12時40分発の岡山駅になります。ここでエンディング撮った方が良かったということで、皆さん今回はご視聴ありがとうございました。 JR 高松駅、四国の高松駅はですね、快速マリンライナー25号で乗車してきまして、パノラマグリーンというですね、特別な席をですね、乗ってまいりました。非常にね、面白かったし、あの振り子がついてないんですけど、そこそこ爽快感のある走行でした。ではまた他の動画でお会いしましょう。新年明けましておめでとうございます。新年明けの撮影日はクリスマスの25日です。同行者です。ご視聴ありがとうございました。